問は B なんで、村上さんに主に質問がいっちゃうと思うんですけど、自分は今どのあたりまでそのゲイっていうセクシャリティをこう周りに言うのかっていうのがちょっと悩んでて、でそれは皆さんがどのあたりで線引きをしているのか、もしくは全く線引きしてないで、まあ、周りに言ってるのかっていうのがちょっと気になったんですけど。じゃあ村上さん、この村上さん、はい、カミングアウトの線引きですね。カミングアウトの線引き、カミングアウト、あ、そのアイデンティティをっていうこと、自分がゲイってことを、まあ、友達であったり、うん、まあ、周りで生活している人とか、うん、あ、カミングアウトの線引きでいいんですか、はいはい、そうですね、カミングアウトの線引きについては、まあ、まずは私は親に、まあ、片親なんですけれどもにはできているという部分が一番大きくて、その、まあ、カミングアウト当初はすごく、まあ、バリ増言ひどい状況で何年もかけてやっと和解したんですが、ただ、まあ、家族以外の方々ですよねに、カミングアウトするときにはまず自分の気持ちを大事にしています。その人に自分はカミングアウトしたいか、したくなければしなくていいですし、したくないことをする必要はないと思っているので、まずはしたいか、この人に自分のことを伝えたいかをまず一番に考えます。そこでカミングアウトしたいと感じたときには、そのした後相手がどう思うかを少し考えます。少しだけです。で、そこでそれでも想像してそれでも伝えたいと思ったら伝えています。ただその時に覚悟することは、自分がカミングアウトをすることで相手を傷つけるかもしれないこと、逆にもっと仲良くなれるかもしれないこと、いつも可能性はきっと2つ以上あるので、カミングアウトをすることで起こる可能性を全部考え尽くしてから、一瞬、まあ、少し時間短い時もありますが、たくさん考えて自分が後悔しない選択だと思った時にカミングアウトしています。それはその男性女性セクシャリティ関係なく、あとは、若い方、その年を取っている方、何か偉い役職の方、そうではない方、そういったことは全く抜きにして話をしています。皆さんに聞かれたみたいなんで、今言ってくださったことととっても同じと、ほとんど同じと思うんですけど、やっぱり自分が傷つくかどうかをすごく考えます。そしておっしゃったことが重なりますけれども、私の場合はインターネットには名前と顔をカミングアウトしているので、それをしようと思ったのは、そこで傷つけられても私はカミングアウトしたいと思ったので、それを選択しました。ネット上で叩かれるようなことがあっても、私はそれを受け入れても引き受けなきゃいけないかもしれないけれども、それよりもカミングアウトして伝えたいことがあると思ったので、きっと同じだと思うんですけれども、カミングアウトしています。でもインターネットではなく、さっきおばあちゃんの話も少ししましたけれども、祖母にカミングアウトする時にきっと自分が受けるんじゃないかと思う傷と、それを引き受けてまでおばあちゃんに伝えたいかというと、私はそうではないので伝えない方がいいなと思うので、それは伝えないことを選択しています。あとはそうですね、他に今一緒に教会に通ってるんですけど、その方たちとは私たちはカップルですよって、夫婦ですよ、私は同性愛者ですよっていうことを伝えた方が自分が心地よくその場にいられるなと思ったので、カミングアウトすることを選択しています。まずはやっぱり自分が心地よくいられるか、自分が傷つくことを避けたいのか、傷つく恐れがあっても言った方がいいなって自分が思うのかっていうことを一番大事に思います。そうですね、はい、親しさの、まあ、度合いというか、まあ、そういったところで、まあ、カミングアウトした方がいい、関係を築けるという時に、まあ、言っていくのが適切なんじゃないかなと思います。まあ、ちょっと違うことを言うと、割となんか自分がなんていうのかな、割とセクシャルマジョリティの人っていうのはあんまりセクシャリティのことについて考えたことが経験として少ない人が多いんですね。だからカミングアウトをしても、私の経験の中ではカミングアウトしてもはっていう反応をしている人も割といて、なんか自分が思ったほどなんかなんていうの、相手はあんまり重たく受け止めてくれないというかそういったこともあるんですよ。だからなんか自分が思うほど気にしなくてもいいってことも多々あるっていうこともちょっと頭の片隅に置いていていただいてもいいかなというふうには思います。はい。
ひろこさんはどうなんですか。あ、でも私もやっぱりなんか似てるなと思って、すごく、やっぱり仲良くなりたい人、この人と仲良くなりたいとか、自分のこと知ってもらいたいっていう人にはまずやっぱ伝えたいって気持ちが起こるんですよね。でもやっぱりそれですぐ何も考えずに伝えていいかっていうと、そういう時ばっかりじゃないっていうのもあって、だから普段からもともとカミングアウトする前の関係性っていうのがすごく大事だと思って、もともとちゃんとコミュニケーションが取れてる相手だったら、多分カミングアウトしても何の問題も起こらないし、多分プラスにしかならないっていうふうな結構確信があるんですね。で、最近私もやっぱりカミングアウトすることってすごい自分にとっても十何年間テーマでやってきたんですけども、なんか最近オープンになりすぎてて、なんか誰も驚いてくれないっていうか、なんか言っても、あ、そうみたいな、あれ、なんか逆にもっと驚いてほしかったっていうような、なんか時もあったりしてですね。だから本当に本当に不利益を被るようなことが懸念されるんだったら私もあえてしてないし、こんだけオープンにしてても実は、兄と弟にはまだカミングアウトしてないんですね。だからちょっとそれこんなことで喋ってていいのかなと思うんですけれども、なんかそういう迷いもちょっとあったりもしますね、はい、僕なんか聞いててすごいいたたまれなかったというか、あんまり整理して考えたことがないんですけど成り行きで来ちゃってるので家族には母親に初めて1年前に言えたんですけど、その母親から自然に弟には伝わってたんですが、で父親にどうするかっていうのは母親と相談してて、結構難しいんじゃないって言われたんですけど、この前ちょっと自分が作った映画がゲイだっていうことを映画の中で言ってるっていうのを父親に見せるっていうのを母親とも行っちゃえってんで、なんか父親を連れてきてくれて見せたんですけど、結局そこの場面で僕がゲイだって言ってるところを多分聞き逃して、終わった後全然なんかそのリアクションがなくて、まだ気づいてないみたいっていう状況で、今後どうなるんだろうっていう状況だったりとか、でそれもなんでその母親に言ったのかっていうのは、たまたまなんかファミレスで2人で食べてたら今言えるかもってなんとなく思ったから言ったみたいな感じで、あんまりその分析して考えたことがないのがまずいなと思いつつ、でまあ、そのネット上に実名出したのはその映画作って、その映画でいくらなんでも監督名が赤星ってやばいだろうって思ってそのやっぱり外に出していきたいので、そこではやっぱり実名で勝負していきたいって前から思ってたので、それに納得できるものができたからっていうのはあるんですけど、じゃあそれでネットで出して多分検索されたら出る状態になってますよね。それまでは実名割と隠してたんですけど、かといってそれで今のところその半年経ってリスクが起こってるかといったら全く起こっていないですし、で例えば会社の人が検索するかもしれないんですけども、それも知ってくれればいいかなと。それで僕に対して言うのをちょっと躊躇したりとかしたら、それはセクシャルマイノリティの現実をその人が考えることになるでしょうし、であまり今働いてる会社がその僕がゲイだということが分かったからといって、ちょっと特殊な時間帯に働いている人間なので、ちょっとねだからといって僕を排斥するとかってなったら会社が回らなくなる状況なんです。だからある意味それはないだろうっていう読みもあったりとか、いろいろその複雑なことが入り組んでる中で、できるところにえいやって感じでやってきちゃってるっていう感じがあります。すいません、こんな人もいるということで今日は貴重なお話ありがとうございました。そうですね、先ほどの彼の質問とも少し被るんですけれども、僕もそろそろ友達にカミングアウトしてもいいかなと思ってまして、カミングアウトする際の皆さん それぞれのポリシーですとか、あとアドバイス何かあったら教えてもらえたらと思うんですけど、はい、お願いします。どうですかね、なんか こういう言葉が一番こう自然に言えるんだよとか、カミングアウトなんですけども、これは考え方の提案ですね。何のためにカミングアウトをしたいかというのを考えます。あとは誰のために、自分のためにカミングアウトをしたいのか、あるいはその誰かのため、家族であったり、家族にカミングアウトした方が家族と仲が良く、これも結構自分に返るんですが、誰のために、そして何のためにカミングアウトをするのかということを一度一泊考えると、もしかしたらそのいい方向に向かうことがあるかもしれないですね。あとはそのカミングアウトをする時の怖さや不安も否定せずに、その気持ちを持ってこう伝えると相手にも伝わるんです。
自分が怖がりながら不安になりながらそれでも伝えたという姿勢が伝わるんですね。その時に相手はこの人は怖がったり不安だけど伝えてくれたと思う人が中にいるかもしれません。私はいました、そういう人の友達がね。なのでカミングアウトをする時のその時の自分をそのままお見せしたらもしかしたら何かいい関係になるかもしれません。その気持ちを押し殺してしまうんじゃなくてね。私は例えば5人とか6人で仲のいいお友達がいて、その人たち一時期に同時に5人6人のお友達にカミングアウトするのであれば、問題はないんですけど、そうする必ずしもそうする必要は全然ないんですよ。例えばその中のこの人だけに伝えたいって思った時は、私はあなただから私のことを話したから、あの人とあの人とあの人には私のタイミングで話したいと、だから私が話したくなったら話すから、あのこうきちゃんレースなんだってっていう簡単には言わないでねっていうことを、どうしてその簡単に言わないでほしいかって言ったら、社会的にやっぱり差別されやすい立場にあるから、あの偏見を持っていた時にそれは違うんだよ、私はこうなんだよって私から説明したいから、そのお友達にアウティングしないでねっていうことは添えておくと、自分に返ってくるリスクが少し軽減されるかなって。私自身アウティングされてしまって少し、ああそうじゃないのにっていうことを私から言いたかったっていう経験もあるので、そのあなたといい関係を今後築きたいと思って私のことを話しましたっていうことを伝えておくと、あのその後のカミングアウトにも少しいいかなと私は個人的に思いました。やっぱりそのカミングアウトの時なんですけれども、私も基本的にはその誠意というか自分の気持ちっていうのは伝わるっていうふうに思っています。なのでまあすごくあなたのことを、まあ、その大事に思っていて、いい関係を気づいていきたいからカミングアウトするんだっていうことがうまく伝わればきっとうまくいくんだろうなって、まあ、私もいろいろうまくいったりうまくいかなかったりということがあったんですけれども、やっぱりそういう関係、そういう思いが伝わったか伝わらないかっていうところが大きかったかなと思います。で、私はその職場は年配の女性が多い職場なんですけれども、教会っていうところは80代の高齢の女性の方にですね、カミングアウトをした時に、まあなんでその方にカミングアウトをすることになったかって言ったら、その方がいやなんか先生もそろそろ結婚して子供を生まれた方がみたいなことをおっしゃったことがあって、まあ訪問お見舞いに行った時にああと思って改めてまあカミングアウトをしたんですけれども、まあ、私は男の人とは、まあ、その人にとって分かりやすい言葉でその時話すしかなかったんですけれども、男性と結婚するってことはないんですよ、男性と結婚して私が子供を産むってことはないんですよ、私がその時私は小雪ちゃんとは暮らしてない状況だったんですけれども、私が将来的に一緒に暮らす人がいるとしたらそれは女性ですよっていう言い方をしました。なんかまあその人のその知ってるワードで説明するとか、その人の状況に合わせて説明するってことも時には年代差とかあった時には必要だったりするかなっていうふうに思いますね。